最後ですね、一番最後のページにあるんですが、支援課の皆様からですね、提案の自由ということで、ちょっと読ませていただきますと、小田原市や子育て家庭が抱える育児不安等についての相談指導および子育てサークル等への支援、来年に地域の保育ニーズに応じた保育所間の連携を図り、地域育児センター、ということですね。この施設には乳幼児を対象とした遊具や絵本を備えておりますが、絵本については種類や冊数が少ない状況であり、図書の充実を図るということを希望しますということで、支援課の渡辺様からですね、お話いただきまして、分かりましたということですね。それではですね、子どもたちに喜ぶですね、絵本80冊、3箇所で240冊をですね、寄贈させていただいて、新しいですね、近隣の皆様もですね、ご役に立てればということですね、泉マロニエ小百合支援センター様に、この度ですね、お送りさせていただくということですね、個人の来歴はですね、そんな塩梅なんです。すいません、これ、遅れまして、どうぞ。ということでですね、私たちも森谷会長と小島幹事等にですね、今ご相談させていただきながら、こういうことで、2枚目のページなんですけどね、師匠ご覧のこのページですね、ちょっと真ん中のですね、4番のところをご覧いただきたいんですが、このプロジェクトがですね、についてはですね、子育てに関する情報や相談、親子の触れ合いを支援する目的で地域に設置されている育児センター事業を支援するということですね、くどくなりますが、3カ所の支援センターに幼児用絵本を寄贈させていただいて、施設の充実をですね、図らせていただくということですね、そういうことで、うちのクラブ会長幹事さん、皆さん賛成をですね、得てですね、今日ですね、指導させていただきました。勝手に喋って会長の方から差し出がましくごめんなさい。ちゃんと責任者委員長ですか。で会長の方から二言三言よろしくお願いします。大谷さんが言われた通りなんですよ。実際世界の RI の会長が子供に光を当ててくれっていうことで、で大谷さんに社会奉仕の委員長なんですよ。大谷さん、ぜひ子供にね、なんか奉仕活動ができるように。なんとか考えてくれよって言ったら、ポンとよし、俺に任せろっていうことで、全面的に任してお願いしたような次第で、本当に的を得たね、RI 会長の的を得たような奉仕活動の形が取れたっていうことは、私、クラブのリーダーとして本当に嬉しく思っております。またこれからもこれを第一弾、第二弾として続くかどうか、考えております。また何らかの形で、市民の一人として貢献できればと思っております。今日はお忙しいので本当にありがとうございます。これまで子育て支援センターの方はそのいわゆる子ども向けの文庫っていうのは多少はあるんですけど、ね、それでやはり利用人数が多いですので、やっぱり圧倒的に足らないっていうね。私もね、丸に見行ったんですよ。意外ですね。そうしたらね、孫連れてね、もう結構来てるんですよね。いや、すごいんですよ。で本なんかもみんな引っ張ってね、熱心に読んでます。それで、ね、委員長が目をつけたっていうのはね、いいことだなと思って。これできたら本当は継続してもらいたいよね。本はやっぱり傷むからさ。来年の委員長にもね、